開けたって、はい、ありがとう。よし、はい、6時50分、5時50分でしょ、私が6時までに帰ってこない、開けたってや、はい、はいはいはいって言わなあかんねや、かわいい、なーに、なんでよ、うん、ダメだよ、向こうのママも困るんだ、そういう前もって言っとかない、最近ね、もう6時過ぎに帰ってきたりするから、6時ぐらいから友達の家から電話かかってきて、友達が今みんなでダンスしてるんだけど、もうちょっとやってから帰っていいって言ってるけど、いやもうあかん、すぐ帰らしてとか言って、6時までに家帰らなあかんでって言って、だからもう、もしそれ次も6時過ぎに帰ってきたらもうお家入れてあげへんでって言ったの、だから大慌てで帰ってきそうなんですよ、汗だく週も絶対6時までやからな、帰ってこのな、あんたもゆずき、あんたお邪魔しましたやからな、はい言わせるというよく大切やで、これな、もう保育園の時からの友達こうやって教えてあげなあかんな、でうちの子供もよそで言ってなかったらちゃんと言ってほしいわな、でも私の言い方こんなあかんねんな、ゆずきな、そんなお邪魔しましたやからなとかそんな言ったらあかんねん、お邪魔しましたって言うんだよって、うん、でもな、多分私な、怖いおかんと思われてると思うわ、お前んとこのおかん怖いな、でも怖いねんけど、例えばだけどお兄ちゃんの友達とか、この前テスト終わった後早く終わってさ、今日は遊べるってすぐ遊びに行ってたけど、それまでここで1時間ぐらいグダグダ喋ってたけど、私1時間中1の男の子と一緒にずっと喋れたで、だからそういう若さも持っとるな、私ったら、なかなかさ、そういう男の子たちと喋ることってもな、ないでしょ、防災用、おお。そんなビール袋でいいんかいな、ほら、半端で見て、ほら何入れたの、お菓子、お菓子ばっかりじゃないの、ちゃんとここ見て、防災用のお菓子かっこあかり家族、ああすごいかわいい見せていい、すごいですね、防災グッズです、防災用お菓子、ね、こんなんもな、ええねんけど、だってご飯食べれなくなるんだよ、お菓子の方が必須だよ、必須、必須ね、考えや、すぐ持ち出せるように、どこやったらええの、こことか、そんなとこやめえや、ほんまは玄関の近くが一番偉しいよ、なんでもお家から出ていくときに、じゃあ後でママ玄関のところ、いいよ、なんか学校でそういう話になったんですよね、防災はね、だからちっちゃい子ってね、小学生なんてまだ真面目というか純粋やから、学校の先生に防災のね、何が一番必要ですかって言われたらおかしってなったから、そこはまあしゃあないとしても、言われたことをちゃんとやるというのは素直だよね、素直でよろしいことです。